米艦は使えない、税関以外は無理っていう話。音がね、うん、音があまりにもね、あれだっていうデメリット以外がそれが なければだ、これだったらもっと落ち着いてるんじゃないかなという気がするんだよね。だからこのもしこのネットのせいだったら、だからまあ要するに、うん、そのコード進行という話をするならば、うん、ね、うん、そのそんなにね、うん、あの難しいコード進行っていうのは世の中にはない。今のだから、皆さんがこれからやろうとする音楽はそんなに難しいコード進行というのはない。現代音楽は別だよ、現代音楽は別だけど、まあ普通にさっきの Fly Me to the Moon とか、どんな曲でもある法則の中で動いてるから、そんなもうめちゃくちゃな法則はないのよ。もう必ず1から始まって1で終わるっていうことだからね。一番単純なのは1から始まって5で5に行って1に行くっていうことになるわけだよ、ね、C で言ったら C で行って G7 に行って C で行くでしょ、ね、でそれじゃつまんないから C に C から始まったら、あまあじゃあ5と7、1って行くならその前の2、5、1にしようかっていうんで Dm7C ってなる。でそれじゃつまんないからっつって Am 入れて Dm7C にしようと。それがまあタラララで Am Dm7C とこういうふうに出来上がって、そういうのってだから4度進行じゃない。違う、じゃあそう、もちろんそうだよ、うん、だけど音楽で4度進行じゃないものはない。世の中の音楽全部よど進行、うん、だから例えばこういったね、あのこれほらこういうふうにこうあるでしょ。でこれに対してこれに対してこれが4度だし、これに対して 5度2度6度、たぶんね、それは一生役に立たない、うん、一生役に立たない、ね、そういう、うん、それは一生役に立たない。なんか言うんですあのだから全然音楽をすごく高等な芸術と見てるわけだよ。そういうことを言うってことは余計難しくしてるわけ。うん、いやすぐにあれこれに対してすぐあの6度そんなことはしなくて、音楽ってそんなこと知らない人がやったんだから、ジャズは。ね、362って言った時に、362って言ったのは3と6は1だから。だから151になっちゃうわけよ。だから妙に誰かから入り知恵をされて音楽を難しいものと捉えようとしてるのが大きなミスなんだよ。あのタッ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 浮かばない？だだだだだだ、まあこれ C だとしてもいいや、だ C じゃないけど、だだ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 だ、ね、なんかだどうする？ギターだったらじゃん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 、次のコードどうする？最初はまあ C だよな。だからまあ、G とか F とかってそういうなってくるわけじゃないですか、出てるのは。そうでしょ、うん、だから何にする、何にする、次はタッ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 、次どうする、どうする、何のコードにする、うん、F、 え G7 でしょ。 G7 か。だから
ドミナントって言うんだっけ。そんなことばっかり頭に入れてるから音楽ができないんだよ。そんな問題じゃないんだ。もっともっと自然の流れの中に、自然の流れで子供が歌を歌う時にドミナントなんて言わないよ。うん、迷子の迷子の子猫ちゃんって歌った時にコードでどうする。ギターでコードつけたじゃん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 で次はどうする。そう、あの G7 ですよね。正解。うん、だからで次は教えて。まあ、まあそこは大きく言うと G7 なんだよね、うん、だから音楽は G7C なんだよ、ね、で今言ったように F にしようかって言ったのはその次に来る G7 のために、まあ、Dm と同じ音使いの F を、まあ、入れてもいいやな。入れてもだけど F も Dm7 も同じだから、だから1551の1111555555111。そこにねもっと目がパッと行くようにならないと、もうそのドミナントだのヨド進行だの、そんなこと言ってたら一生できない。あなたの年齢からそういうこと始めたら、もっと自分の中に体に流れてる音楽の基礎を自分の体の中に探っていくんだよ。言ってる意味わかる？自分、あなた十分に多分音楽性は持ってると思うんだよ。何でもいいや。なんかね、さっきのラララララ、あ、これはちょっとコードがたくさんいくから、ちょっともっと他の曲でなんか言って。あまり。いや、何でもそんな難しいからな、言う。あ、僕はそういうの覚えたんでやってない。My only sunshine なんて知ってる？メロディーは知ってるけど、ちょっと言うあのあれです。だからそこを自分を探るの、歌えるでしょ。タン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 。そこどうする？そこどうする？じゃあ待て。うん。ダン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 って言ったらどうする？そこは。そういうのはだからね、やっぱりあのあれですよね、あのキーボードだってこうちょっと間違い音を探ったりね、いろいろ違う、あのね、うん、音楽に対する観点がね、うん、間違ってるんだよ、うん、ダン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 って歌えるのに、うんうん、これは何だろうと思えばいいんだよ。自分は何で歌えるんだろうって。それは歌いますよね。で、例えばカラオケ行ってもキー変えてもちょっと、うるせえ、黙れ。そんなこと言わないんだよ。もっと基本的なこと言ってんだよ、うん、そんなこと言わないんだよ。もっと自分の体に入ってる音楽を分解するんだよ、うん、それをしないと、あの多分あなたは一生あと5年経ったところで一歩も前に進んでない。心配ない、それは。うん、俺が保証してあげる、うん、もっと自分の体の中にある音楽を、うんうん、まあ何は迷子のマリさんでもいいや、夕焼け小焼けでもいいや、うん、知ってる曲を、うんうん、何でもいいから歌ってごらん。歌えるでしょ、うん、そのなぜそれを歌えるの俺はっていうことを見りゃいい。なんで俺こんなそんなことができるの。猿にはできないよね、多分。ないでしょ、それが音に出せないためやって。違う、だから、うん、なぜ自分がそれができるのって見る、うん、そこに答えがあるんだよ。難しいですね、なんか。いや、もうだから余計難しくしてるのよ、うん、あのさっき言ってたような二度マイナーセブンだの、コドセブンだの、ヨド進行だの、うん、251だの、そんなこと言ってたら10年経って会った時に何にも残ってない。大丈夫、それはもう俺が保証してあげるから。だからもっと根本的に自分は何で歌が歌えるんだろうと思うんだよ。何を使って歌を歌ってんの。何でもか歌ってごらん。ちゃんとコードを正しく歌ってるじゃない。
ちょっと歌って何でもいいから歌ってごらん。もう歌謡曲でもよければ唱歌でもいいし、あの何でもいい。じゃあ、 あの演歌、まあ演歌でもいい。ララ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 ラ。ちょっと待って、もう少し本当よく分からないね。いや、今のはね、でもそういう感じなんですよ。いやいや違う、待って、うん、そのドレミアソラドシン、あなたは歌謡曲合わない。普通の唱歌か唱歌から、うん、で何歌うかな。だから何でもいいよ、うさぎおいしでもいいし。え、うさぎ、うさぎおいしかの山、待って、いや、分かった、うん、それまで、ダー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 までは、うん、一つのコードだ、うん、次はラーラーラー、あ、そこで変わらない、うん、コードが、うん、そこをなぜ歌えるの、自分はなぜ歌が歌えるの、ドドドレミレミミファソファっていう音を知ってるから、うんうん、それが、あ、これが C に対して F かと思うようになればいいわけ。譜面に書いて CF って書いてて、それを CF ってただ弾くんじゃなくて、ドドドレミレミミファソファーって言った時に、なんで俺これがファが声が出せるのって思うわけ。その無意識のうちにサブドミナントがそこにいるわけだよ。わかる？それをサブドミと認識すればいいんだ。コンピューターと一緒だよ。これはサブドミですよ。だからサブドミって何って言った時は、ドドドレリレリリララララ、これが、あ、これがサブドミかと思えばいいんだよ。それをただ言葉だけでトニック、サブドミ、ドミナントなんて勉強したって何にも残らない。もっと自分が歌えるっていうところを利用する。わかるか。歌ったらいいんだよ。歌える能力を尊重するんだよ、自分を。自分の歌える能力を、それをちょっと今使ってるような言葉に当てはめる。何も、タッタダダレダレッタ、ジャーンジャーンだけが音楽じゃないんだよ。ララ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 ラっていうとこは、ダダレッタダダレッダダダレッダダレッダダレッダダ、そこはファだから、ファのあのコードだからね、同じなのよ、うん、モダンジャズだけがすごいんじゃなくて、音楽全般がもう人間に与えられた、特殊能力、言葉を喋るのと一緒だな、うん、だから少し履き違えてる。もっと歌、自分で歌を歌うの、暇なのがあれば。ほんでそれが、ドドドドドル、でも何でもいいよ、ドドルルルルリルルルリレーっていくじゃない、ドドルリレーって行くときは、で その先行かないんだよ。あれ、これは今までのあれと違うよなと、ルルルルルルリルルルル、違うよね、今までのドミナントでしょ。これをドミナントっていうのね。ララ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 ラ、これがサブドミナント。だから自分が持ってる音楽性の中のドドドレリレリリリリラ、これが何？俺今言っただろ、俺が言った。何？何？違うでしょ。違うんですか？ファはサブドミナント。あ、そうか。うん。だからそれは C に対して F なわけ。デバイナーでもいいわけですよ。F で、死んだ方がいいかもわかんない。そんなこと言ってるようじゃ。それはもちろんデマイナーでもいいよ。ではもっともっと音楽の基本的なことを言うと、トニック、サブドミナント。うん。だから、じゃあそういうふうに難しい話が聞きたいんだったら、いやいや、いいよ。トニックっていうのは1なんだよ。ね。サブドミは4だよね。分かんの、うん、だからあなたが持ってる音楽性はダラララララリリララ、これ次なの、それ何、トニックサブドミドミナントだったら、サブドミナントですね、それで大進歩じゃない、うん、
何、うん、コードと言えば C で、うん、それコードと言ったらそれまでは C だよね、うん、F ですね。ああ、大進歩じゃない。うん、初めて自分が歌ったメロディーにコードネームをつけたでしょ。うん、生まれて初めてでしょ。そうですね。それをどん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 繰り返していくんだよ。すると音楽っちゅうものがその向こうで C とか F って出た時に、ああそうか、ダララリラリリラ、 F の時はダララララララっていうのが、あ、このサウンドが、あ、 F かって思えばいいわけ、サブドミナント。だから自分を利用しないと進歩しないよ。難しい、まだまだ難しく考えようとしてるよね。音楽はね、言葉なんだよ。うん、で、あなたは文法知ってる？知らなくて喋ってるでしょ。だけど、じゃあこれを誰か向こうの人に説明するとき、何か言わなきゃダメだよね。今日は晴れています。明日は雨でしょうと言ったとき、今日は晴れてます、これは現代進行形だよね。それから明日は雨でしょうというのはこれ未来だよね、未来形だよね。だけど知らなくてもちゃんと使ってるでしょ。うん、で音楽も歌えてるでしょ。その先にドドドレミレミファソファーって歌えてるわけじゃない。あ、これがサブドミかって思えばいいわけよ。何もジャズのね、難しい曲だけが「ダダララダレダレダレダッダレ」だけが音楽じゃないんで、それはもう、もっともっと普通の唱歌の中に答えが全部出てる。サブドミもドミナントもダブルドミナントも Am もDm も G7 も全部出てる、普通に歌える曲の中に。ほんで、あのサウンドがね、あのサウンドがサブドミかっていうことを自分に、あ、俺の持ってるあのラララっていう、あれがサブドミ、ラララララララっていうところが次がドニトニックに行く時の終わる形、ドミナントかというふうに考えていくと、レレシーは G7C でしょ。ね、そしたら G7 だったら例の時は Dm7G7C でも、まあこれは音楽として通用するけど、まだそんなことは考えないんで、うん、ややこしくなるから、うん、ラーラーラーという形はドミナント、次のドー、あれがトニック、2-5-1-5-1、少し目が覚めた、うん、まだもうちょっと難しい、面白い。だから難しく言うと、なんか音楽勉強してるような気になるわけでしょ。いやいや、そういうんじゃない、なんか本読むと難しいこと書いてあっても分かんないんですよね。あんたアメリカが勉強、英語勉強するときに文法から入る？どうする？まずは Now nice meet you でしょ、ね、I'm Japanese、 Where from？ とかって聞くわけじゃない。そんなん文法とか過去形なんて聞かないじゃん。ジャパニーズとかハングリーとかさ、それで通用するわけじゃない。だから英語を文法から喋ろうとしてるわけよ。でどっかその辺に発音記号とか一生懸命書いてさ、何の役にも立たない。どんどん自分の持ってるそのまあ語学力でもいいよね。うん、とりあえずシュッとしちゃったじゃねえか。かわいそうに。どうしたらいいかなと思って。だから要するにフレーズをちょっと覚えて、このスケールばねばっかやっててもそうし、少しこうフレーズを覚えて、この時にはこういうフレーズ使って。
ったらいいかなっていうようなことを。それはいいことだよ、うん、いいことだから、うん、ジャズがやりたいんだよね、うん、だから、うん、難しく考えないといいな。英語は少しは喋れるの？あ、ごめん、少しはって言っちゃいけないけど、例えばありがとうぐらいは知ってるでしょ。知ってるよね。朝は？朝は？モーニング。あ、すごい発音もいいじゃん。うん。で、それがさ、その文法なんか全然知らなくていいわけだよね。いいわけだよね。まあ、子供は文法知らなくても喋りますもんね、赤ちゃんは。3歳になるともう完全に喋るね。喋ってることもね。うちの、あの、英次郎の、あの、孫が3歳になろうとしてるんだけど、もう喋ることはもう過去形だの。きね、おじいちゃん昨日は雨だったね、明日はどうなるんだろうってちゃんと未来形で喋るし、うん、だからあの音楽もね結構それと同じなんだよね、うん、そうか、じゃああなたに今日は一つプレゼントをね、あげましょうか。で何しろみんなとジャズがやりたいんでしょ。よし、もうここに何か五線紙が入ってなかった。どっかに。誰ですか？先生、さっき。五線じゃない、五線紙。